こらこら、日本人ならお茶漬けだろうが。あ、お茶漬けだろうか。日本のことはラモスに聞け。うまい。永谷園のお茶漬け、抽選でラモスグッズ当たります。もしかしたら関西でこの人を見るのは今日が最後になるかもしれません。背番号10アントラーズ、ジーコ登場です。世界のゲームメーカー、ジーコ登場。一方ガンバ大阪も怪我をして、背番号10、これからの日本のミッドフィールドを背負って立つ磯貝博満が先発で出場しています。万博記念競技場、まもなくガンバ大阪対鹿島アントラーズ J リーグ第18節キックオフされようとしています。改めてご紹介します。今日の解説は元日本代表のエースストライカー細谷一郎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてゲスト解説、中央競馬の名ジョッキー、サッカーが大好きだという田原誠樹騎手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、右にエンドを取りましたガンバ大阪のキックオフです。キャプテンマークをつけました背番号10磯貝、世界のジーコです。今試合が始まりました。黒田祖父のキックオフで試合が始まりました。ガンバ大阪、ブルーのユニフォームが右から左に攻めます。左にエンドを取りました。赤いユニフォームが鹿島アントラーズ。深いところ、黒田祖父が追っていきましたが、鹿島懸命のクリア。鹿島陣内深いところからガンバ大阪のスローインです。黒田祖父の前でディフェンダーがカットしてまたタッチを割りました。まあ、とにかく細谷さん、はい、このジーコを生で見れるのが今日が最後かもしれないというので、まあ、私どももこう特別な考えを持って今日は見ているんですがね。そうですね、あのジーコのですね、はい、やはりプレーだけじゃなくてですね、もう全てが今日見たいですよね。そうですね、80年代の世界のサッカーを代表する選手ジーコ、関西では最後になるかもしれません。7番がアルシンド、アルシンドは中盤から左に上がっていきます。向こう側、ガヤから前線にフィードします。また7番のアルシンド、大きくサイドチェンジしてサントスのヘッド前に落とします。しかしここには唐島が行きました。唐島から和田、この和田が今シーズン初登場であります。前半の激しい攻防が続いていますが、それではこの辺りで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。スターティングイレブンです。ガンバ大阪ゴールキーパー、日本代表の本並健治。2番ディフェンダー、これまた日本代表、右のサイドバックの近藤です。3番ディフェンダー、ルーキーながら安定した守り、唐島。4番ミッドフィールダー、ディフェンシブハーフの木山です。5番がディフェンダー、守備の要、フラビオ。6番ディフェンダー、膝の手術から復活、今季初登場の和田。7番がミッドフィールダー、旧ソビエト代表のアレイニコフ。8番ミッドフィールダー、スピード豊かな森岡です。9番フォワード森岡とともに先のドイツ遠征で大活躍の松並。そして10番ミッドフィールダー、左足のくるぶし骨折から3週間で復帰、ゲームメーカーの磯貝。そして11番旧ソビエト代表のポイントゲッター、オレグ・プロタソフです。そしてガンバ大阪のサブの5人です。前節 V ゴールの中村、途中出場がありますかどうか。浜本監督が指揮を取るガンバ大阪です。さあガンバ、左サイドから松並、前線には届かない、これをカットしました。秋田、そして前線、今度はサントスへ。ジーコへの折り返しは通りません。原島が行きます。原島が相手選手に当ててボールをタッチに蹴らしました。ガンバの浜本監督です。今日も開始早々から派手なアクションを見せています。ガンバ陣内深いところ、スローインガンバボール、アレイニゴフがボールを、ヘッドの競り合いは唐島です。さあ、一方の鹿島アントラーズのスターティングイレブンですが、ゴールキーパーは今季フル出場の古川です。ディフェンダー2番、右のサイドバック秋田。3番が左のサイドバックガヤです。4番アントラーズ守備の最終ライン奥野。5番ミッドフィールダー、開幕戦以来のスタメンになります吉田です。これはガンバ事なきを得ました。唐島がボールをキープして前線に送りますが通りません。そして6番、弾薬ナンバーワンのディフェンダー、早稲田出身のルーキー相馬。おっと、あーっと、さあジーゴ、そしてアルシンド打った。
初のチャンスはアントラーズ、前半4分を回ったところであります。細谷さん、はい、決定的だったです ね、 そうですね。今のジーコとアルシンドのワンツーですね、はい、もう完璧にもうキーパーと一対一になりましたね、はい、ブラジル指定コンビ田原さん、鮮やかに決まったと思いましたね。ね、本当にワンツー決定的だと思ったんですよね、はい、ジーコは右に叩いてアルシンドフリー、しかしポストの左に外しました。前半4分過ぎ、アントラーズが最初の大きなチャンスを迎えましたが得点には至らない。今度はプロタスフが行った、しかしディフェンダー懸命のクリア、奥野一気にアルシンドに、しかしボールはまたガンバであります。中盤松波一旦戻して原島からアレイニコフ、7番のアレイニコフ前に送ります。磯貝です。磯貝、アレイニコフのワンツー、磯貝どうする、中央にプロタソフが戻します。今度は右サイドからまた中央のプロタソフに、しかし通りません。ジーコです。ボールをキープするジーコ、前線に大きなパス、長谷川走ります。向こう側のタッチを割りました。クラリオと長谷川が交錯しています。さてアントラーズのスターティングイレブン途中だったんですが、7番がフォワード、現在12得点ご存知のアルシンド、8番がミッドフィールダー攻守の中心です、サントス。またチャンスを迎えるか、ガンバゴール前、本並セービングことなきを得ました。そして9番が左サイドのミッドフィールダー G です。そして10番がジーコ、さらに11番、現在8得点の長谷川、そしてアントラーズのサブの5人です。そしてアントラーズを指揮しますのは宮本正和監督、まあ、セカンドステージからあるいはエドゥヘッドコーチがこのチームの指揮を取るということになるものと思われますが、宮本監督です。まあ、それにしても細谷さん、はい、立ち上がりからなかなかスピーディーでスリリングですね。そうですね、今もジーコからの縦パスですね、長谷川君のところ行きましてね、はい、おやと思いましたけどね、まあ、田原さんはよくこのサッカーをご覧になっていると思うんですが、立ち上がりなかなかスリルありますね。そうですね、やっぱりもうジーコ選手のね、はい、もう本当にたった一つ の、長谷川選手の パスですか、もうすごいですよね。まあ、大のサッカーファンとして何か田原さんはジーコに釘付けって感じですかね。いやもうね、今日はね、おそらく本当に生で見るのは最後だと思いますからね、アルシンドはオフサイドです。アルシンドの位置はオフサイドです。アルシンドにスルーパスが通ったかと思ったんでありますが、この位置が際どいところですがオフサイドの判定です。なんとも言えませんが ね、細谷さん ね、今のは俺はオフサイドじゃないと言われても仕方がないかもしれませんが、はい、今日のレフリーは森津さん、そしてラインズマンが柿原さんと金子さんです。前半の今8分を経過しました。両チームともにチャンスを迎えていますが、アントラーズの方がアルシンドに4分過ぎ決定的なチャンスが訪れています。さあ中盤でジーコ、センターサークル付近右に流してサントス、アルシンドが右へ走っていく、サントスどうするか、中央ジーコに折り返す、ジーコは周りをゆっくりルックアップして、アルシンドには通りませんが、もう一遍ジーコボールを動かしていく、ジーコの個人技ですが、ここでガンバにファールがありました。ガンバ4番の木山にファールがありました。倒されたのはサントスです。ボールを浮かして抜いていこうとしたジーコ、まあ、細谷さんお得意のプレーですけどね、はい、そうですね、今浮かして頭の上としてシュートまで行こうと思ったんでしょうけどね、はい、さあガンバ陣内、距離はまだ40メートルからありますが、ジーコとサントスが行っています。サントスがちょんと流してジーコ左サイドへクロス、プッシングの反則がありました。そして今日はアントラーズの方なんですが、まあ、非常にタイトなマークで定評がありますミッドフィールダーの本田がイエローカード3枚で今日は出場停止、出られません。また黒崎も今日は、メンバーから外れております。馬場さん、はいはい、毛利さん、その黒崎選手なんですがね、昨日の午前中の練習でね、はい、左の足首の靭帯を損傷ということでしてね、全治がだいたい関ドクターによると 2,3 週間、はい、ですからでこのシリーズはちょっと無理かもしれないなというのがですね、はい、ドクターの判断でした。あ、そうですか。で本人はね非常に元気そうでね、やればできるよなんてことを言ってたんですけれども、あ、まあ、ただの左足首にはね大きな包帯が巻かれてましたね。あ、そうですか。
先日のキリンホップは元気なプレーを見せていた黒崎ですが、もともと左足のアキレス腱を痛めていたのでそのあたりもあるかと思いますけれども、今日は欠場アレニコフから黒崎、右サイド通りません。右サイドから9番の松波、松波が右サイドから当てたんですがパスが通りませんでした。しかしガンバ大阪このゲーム最初のコーナーキックを得ています。どうやらキッカーは森岡が行きます。右サイドから森岡、磯貝ファーサイド、クロタソフが右手を上げました。アントラーズ懸命のクリア、アレイニコフからもう一遍プロタソフ、左サイド抜いていけるか。さあ磯貝が行った、ボールはしかし依然としてガンバキープしています。中央フラビオ、ボールを落としたところ懸命のクリアはアントラーズです。サントスからジーコ、サントスジーコ、ジーコが倒されました。ジーコが和田に倒されました。まあ、今も細谷さん、はい、ジーコとサントス2人でチャンスをつかみかけましたが ね、和田君がうまくね、はい、体入れたんですけどね、ちょっと足引っかかりましたよね。ちょうどセンターサークルの中です。アントラーズのフリーキック、今前半の10分を経過します。左サイドガヤ、一旦はたいて石井、アルシンド、向こう側アルシンド、センタリングできません、タッチを割りました。現在12得点でジェフのオッツェを追っています。得点王争いのアルシンド、さあサントス中央折り返すが磯貝クリア、小さいジーコのボレー、アルシンドです。アルシンドのボレーシュート、キーパー本並の正面でした。7番はアレイニコフ、今のシーンです。さあガンバ今度は右サイドから中央、クロタソフ、オフサイドはない。さあどうする、抜いていった、クロタソフ打てるか、打てません。懸命のマークにつきました3番のガヤ。いや今のでもボールコントロール一つで細谷さんチャンスになったんですがね、はい、なかなか今日はですね、ガンバのああいう鋭い今までになかったですね、はい、中盤を省略して最前線までという、はい、ああいうのは非常に迫力ありますよね。そうですね、いや田原さん、もう一つこうトラップがうまくいけば ね、でもなんか今日ガンバいいですね。いいですね、立ち上がりから非常に両チームスピード感にあふれています。古川のゴールキック、中盤支配は磯貝、和田から左へ出たクロタソフ、クロタソフから前にはアレニコフがいますが左サイドは和田、届かない。この和田がオフに膝の半月板の手術をしました。リハビリを続けて今日が初登場であります。左の膝の半月板を手術しました和田、今日がこのサントリーシリーズ初登場であります。中央に戻します。4番の木山からキーパーの本並に、この位置に4番の奥野、そして左サイドから、さあ今度はサントスが行った、サントスが左サイド行った、入れられるかどうか、懸命にマークにつきます。中央でアルシンドが手を挙げているジーコです。ジーコに戻して大きくサイドチェンジ、今度は右サイド、アントラーズ石井、中央アルシンド、打てるか、かわしていけるか、アルシンド左足外れた、サントス、サントスがフリーになった、アントラーズゴール。前半13分、鹿島アントラーズサントスの左足シュートが決まりました。細谷さん、完全にサントスがフリーになりましたね。そうですね、今あのアルシンドがですね、ボール受けて、はい、ゴールの中ドリブルしたんですけどね、このボール、リバウンドがですねこのまま中入るんですけどね、はい、これ空振りするんですよシュート。そうですね、それがちょうどパスになりましてね、はい、ものの見事に右のインサイドインカープかけましたね、まあ、フリーとはいえ田原さん、見事なシュートですよね。そうですね、でもやっぱりゲームメイクっていうの大事ですね。一番最初やっぱりジーコ選手のね、あの左サイドからの縦の展開、そしてまた右の振りましたね、振ってね、やっぱりそこからやっぱりチャンス生まれてますからね。はい、アントラーズが前半の13分に先制点を挙げています。非常にここまで両チームともにスピード感あふれるゲーム展開ですが、
先に点を取ったのはアントラーズ、松波です。松波3人がかりのマーク、ボールはアントラーズ、石井です。サントス、長谷川には通りません。フラビオが長谷川をマークします。そして向こう側近藤、日本代表のサイドバックです。フラビオから今度はアレイニコフ、左サイドヘッドでちょんと磯貝に落とすが、これがつながりません。またサントス、アルシンドからサントスへワンツー。このサントスが細谷さん、はい、精力的ですね今日ね、いいところでボールを受けてますね、アルシンド思い切って左サイドです。ガヤ一旦戻して石井、再びガヤへ、中央にはジーコが待っています。抜いていった、そしてアルシンドに、アルシンドからジーコへ、さあこのゴールデンライン、ジーコどうする、ヒールで、ヒールパスは通りません。ぴったりと3番の唐島がついています。さあ今度は1点、ガンバチャンスか、ガンバチャンスか、プロタソフが行く、プロタソフ右サイドから松波倒しました。プロタソフのファウルか、そうですね、今ちょっとドリブルが大きくなって、相手にボールカットされました、あとですねちょっと足引っ掛けましたよね、はい、秋田を倒しました、プロタソフのファールです。しかしなかなか今日はプロタソフがあのくらい思い切ってドリブルですね、もう相手2人いましたけどね、はい、もうどんどん自分で仕掛けてますから、今日はもう非常にそういう意味ではいいですよね。そうですね、はい、まあ、これまでともすれば相手ゴールに背を向けてなかなか打たなかったプロタソフと松波ですが、今日は田原さん積極的でいいですね。そうですね、もうバンバンね、もう打ってほしいですね、はい、もうなんかプロタソフいつもね、もうポスト役ばっかりみたいな感じでなんですよね、ちょっとイライラするところをね、はい、僕もファンとして見ててあったんですけど、はい、やっぱあやってもう例えもう取られてもいいから積極的にやっぱり自分が点取り屋なんだっていう感じで、ね、言ってほしいですよね、はい。さあフリーキックです。左サイドから一旦戻します、ガヤ、サントスに、さあサントス切り込んでいった、今度はアルシンド、サントスワンク、アルシンド打つかどうか、アルシンド打った、クーパー本並正面、細谷さん、今のでもサントス、アルシンド2人ですからね、でもサントス選手ってやっぱりバランスいいですよね、本当に懐深いし、今のアルシンド、はい、サントスのワンクですね、見事ですね、結局シュートは正面だったんですが、ジーコです、いいですよね、いいところのプレーね、アルシンドはスルーして、石井です、石井、中央からは長谷川走り込んでいる、さあ左サイド、オフサイド、オフサイドがありました、6番相馬が上がりましたが、これがオフサイドであります。さあ今度はガンバ1点してチャンスか、森岡、しかしボールをインターセプト、ジーコからアルシンドへ、またジーコからアルシンドへ、サントス、わあ素晴らしい、懸命にしかしガンバ、原島がマークに入ります、バックパス本並、いやー、まあ、とにかく運動量どこまで持つかという感じはするんですが、この立ち上がりのジーコは細谷さん素晴らしいですね。そうですね、今日鹿島特にジーコ、アルシンド、サントスダイレクトでね、はい、ああいう風なショートパスがつながりますね、これなかなか止められないですね。そうですね、ダイレクトでショートパスをつながりますとなかなかガンバディフェンスも手を焼きます。おっとディフェンダーに当たってアレイニコス、アレイニコス、そして森岡、松波から右にヒット、森岡打つかどうか、森岡持ち込んだ、近藤は後ろからサポートしている、さあ近藤センタリングできるか、また森岡に戻した、中央はプロタソフがいますがクリア、ちょっと時間がかかりすぎましたね、もっと早く入れたいですね、相手のミスをカットした時に速攻すればですね、はい、シュートのチャンスあったんですけどね。そうですね、和田から木山、そして戻します、原島、前線にプロタソフ、ジークはボールを奪います、あっとファールですね、今のオブストラクションはない、ホイッスルありません、はい、またの車完全抜いてますからね。そうですね、なんでホイッスルがないんだ、そういう表情のジーコです。そうですね、ボールをキープする磯貝、プロタソフ、そしてまた磯貝、唐島、アルシンのボールを奪いました、しかしこれは通りません、ちょっとガンバの磯貝の方がジーコ、サントス、アルシンド、この辺になんか負けてる感じしますよ、田原さんの今のところね、さあフラビオです、そして和田に振ります、
和田がゆっくりと前方ルックアップして磯前に、磯前から荒井美子、また磯前にちょんと浮かすが、プロタソフに対しては意思の疎通がありませんでした。クリアされました。プロタソフをマークしています、ガヤ。しかしアントラーズ陣内深いところ、ガンバのスローイン、和田が入れます。アレイニコフから和田に、さあセンタリングできるか、切り返した和田、サントスがマークにつきました。またガンバボールのスローインです。まあ細谷さん、長いことゲームから遠ざかっていて、スタミナもそうでしょうが、ゲーム感というのも一つの心配の種のようですね。そうですね、和田なんかは去年フル出場ですよね、しましたよね、はい、私は怪我でちょっとこれ、はい、ですから今日最初の15分ぐらいでですね、どのくらいリズムが出せるかですね、はい、さあプロタソフ、しかしボールはまたガンバ、右サイドから近藤です。日本代表キリンカップでも多くの収穫がありました近藤、左サイド、プロタソフヘッドで落とす、アレイニックがいった、惜しくもクロスバーを越えました。前半の20分、1対0、アントラーズ1点リードです。リポビタン D、 ワシのマークの対象製薬です。アントラーズが1点をリードして前半の21分になろうとしています。20分を経過しました。さあ和田です、一旦戻します。和田から4番の木山、大きくサイドチェンジ、後ろにはたいて、この位置に近藤です。この辺のサイドチェンジはなかなか細谷さん、いいですね。あのパスもですね、非常に落ち着いてつないでるんですけど、どうしてもちょっとテンポが遅いですよね。はい、これがプロタソフに通るか、松並、さあ磯貝フリーだ、さあ磯貝どうする、中に入れた、遠いサイドからアレイニコフ、入った、入りました、ゴール、アレイニコフの同点ゴール。前半21分、セルゲイ・アレイニコフ、磯貝からのクロスに見事に合わせました。古川が一旦防いだかと思ったんですがね。スライフが、ね、非常にこう難しいところですね、キーパーが取れないところでパス出しましたよね、ここから、はい、もう本当に点ですね、これインサイドでかわしてキーパー止めたんですけどね、はい、このクロスが良かったですね、そうですね、っていうのは点ですね、そうですね、磯貝面目躍如であります。アルシンドがキックオフのボール、本並が前に出ていて一気に狙ったんですが、クロスバーを超えました。まあしかしそれにしても磯貝が見事なクロスを入れまして、アレイニコフ右のインサイド、同点ゴールを決めています。1対1同点。今のパスを出せるのはやっぱり磯貝君の素晴らしいセンスですよね、まあ、そういう意味では、彼しかいないかもしれませんよね、はい、アルシンドオフサイドです。点で狙っていきますからすごいですね、まあ、あとは運動量、それと常にベストコンディションを維持すること、はい、まあ、これを今日ゲーム前に鎌本監督が言ってましたがね。そうですね、代表チームの現メーカーとしていくとですね、はい、やはり怪我するとなかなかチームとしてね、使いにくいですからね、はい、まあ、かなり田原さんもこういう磯貝のようなセンスのある選手は好きだと思うんですがね。そうですね、やっぱりそのね、パスも緩急、ね、まあ、の柔らかいですしね、はい、ゲーム自体がこういう柔らかい感じのサッカーできると好きなんですけどね、まあ、でもまだまだ注文もあるとおっしゃってましたね。いやいや、ちょっとまあね、でも全日本で、ね、はい、やってほしいですからね。そうですね、やっぱりあまり、まあ、こんなこと僕が言ってるのがどうしてもあんまりディフェンスしないですからね、はいはい、まあ足の故障もあるから余計ね、だと思うんですけどね、まあ、これでディフェンスを怠りなくやって90分フルに動ければ文句なしなんですがね、フルに動いてほしいですよね、はい、さあ左サイド、アントラーズが攻め入ります。やっぱり比較したら悪いかもわからないけど、ラモス選手なんかやっぱ自分の責任で、自分の責任でやっぱりボール取られるとやっぱり必要にね、やっぱり責任感じて追ってきますからね。そうですね、スローインのボールは直接ゴールラインを割りました、ガンバ大阪のゴールキックであります。
前半の24分を過ぎて1対1の同点です。ゴールキーパーは本並、中盤のヘッドの競り合いからボールはサントス、サントスから前方を走ります長谷川に、長谷川からサントスにいい折り返しです。さあサントス、アレニコフがついています。このボールは手前のタッチを割りました。アントラーズボール、ガヤが入れます。中央で5番の吉田、まあ、この吉田がジーコの後継者と目されて非常に細谷さん期待されていたんですがね、はい、そうですね、今日は開幕戦以来2度目のこのサントリーシリーズスターティングメンバーの起用であります。さあ右のサイドからゆっくりと今度はサントス、非常に今日も運動量が豊富です。アレイニコフがタックルに行きました。和田がタッチに蹴り出しました。今のサントスとアレイニコフがやはり1対1のですね、非常に見ものですよね。ありますね。サントスが持つとアレイニコフがきちっとマークに行きますから、はい、やはり、まあ、田原さん、サントスあたり見てると本当にこの懐が深くてですね、そうですね、浮かずにタックルに行けませんよね。本当にもう懐深くてもう、バランスがすごくいいですからね、はい、本当にやっぱりなかなか倒れないですしね、ボールコントロールも上手いですし、やっぱり、まあ、やっぱり日本人と違って独特の、ね、そうですね、リズムもありますしね、はい、アレイニコフがボールをインターセプトします。前方マスナに走った右サイドからプロタソフ、しかしキーパー古川が出ました。もったいないですね、今のね。そうですね、26分経過、1対1の同点です。冷やし麺初夏のおすすめです。すすめられちゃった。山下さん、冷やし麺食べる？食べる食べる食べます。私も食べよっと。さらに美味しく勢ぞろいしました。いろいろあるのね。なんかいろいろあるんだけど、具体的に何があるの？何があったかしら。はい、本格割り子そばと本格冷やし中華ととろろそばにおろしそばに本格割り子そばと本格本格本格あ、コシが、そう、麺はコシ、つゆはコク。今年も冷やし麺はローソンで。万博記念競技場は1対1の同点です。ボールを取ったジーコ、足を引っ掛けられました。ガンバ陣内に入ったところ、アントラーズのフリーキックです。まあ、このジーコを相手にプレーをしているガンバのイレブンにも特別の気持ちが細谷さんあるかもしれませんがね、今日はね。そうですよね、馬場さん、はいはい、そのあたりは、ね、やはり若い選手たちは今日はジーコの最後の試合かもしれないから、サインも欲しいななんて冗談みたいなことも言ってましたけどね。そうですか、田原さんも欲しいって言ってましたけどね。もう本当になんか、すれやってでもいいからくれないですかね。そうですね、こちら側のタッチを割りました。さん、僕がすれ当てもらいに行く前にガンバの選手がもらいに行くかも分からないですけど、ね、そうですね。あ、毛利さん、そのジーコなんですがね、はい、今日は一人黙々と練習してましたね、最後に宮本監督が寄っていって、やっと二人でパスの練習をしているという感じで、はい、本当にこの試合に集中してるなという表情がですね、はい、手に取るように分かりました。あ、そうですか。今日アントラーズサイドは毛利アナウンサー、そしてガンバサイドは中島アナウンサーがリポートをお届けします。ハーフウェイラインのところでガンバがフリーキックを得ました。まあ、先ほどのサントスの話の続きなんですが、ワールドカップのナイジェリア代表なんか見てますと、本当に細谷さん、はい、懐の深い選手多いですよね。はい、しなやかで、しなやかですよね。はい、コントロールバランスがいいというね、そういう選手たくさんいますよね。そうですね、これからの一つの時代を築くかも分かりませんが、ああいうプレーヤーが、さあ松並ボールをコントロールしますが、これは正確にパスが通りませんでした。サントスです。サントスが相手ディフェンダーをかわしますが、さあ今度は磯貝です。磯貝どうする、後ろから押されたがホイッスルはない。サントスがボールを奪った、左サイドです。アルシンドに戻す。さあアルシンドからサントスに、アルシンドは前方に走ります。右サイドはジーコです。長谷川に渡した。長谷川から今度は左サイド石井、さあボールを入れるかな。左サイドから今度はアルシンド中央、右にジーコ、さあジーコ前に長谷川、長谷川にはたいた、前方にサントスが走る、ゴール前はアルシンド、アルシンド